姓はブーフ、名前はカルビ、好きな焼肉の部位はタン、ブーフカルビタンです。皆さん今日もおつカルビ、はじめまして、初めての顔出しでございます。どういう風の吹き回しでしょうか。今風邪をひいていて声がガラガラのカスカスなんです。申し訳ございません。そしてパジャマです。今起きたばっかりではない、さっき起きて化粧をしたところなんですけど、今日はお友達の結婚式に行ってきます。ヘアアレンジを自分でしたいなと思っているので、今からヘアアレンジの紹介をしたいと思います。私の髪はこれぐらいの長さです。なのでロングヘアの自分でできる簡単なヘアアレンジを紹介していきたいと思います。どうぞ。まずは髪の毛を巻きたいと思います。巻くのは今からアレンジをするので適当で大丈夫です。それでは巻いたところまで、フュー。まず髪の毛を3つに分けます。横、真ん中、横で分けたら、このうなじの下の方をキープするスプレーをかけます。シュッと、でここをこんな感じのちっちゃめの100均とかで買えるちっちゃめのゴムで結びます。シャメで結びます。ここに穴をクックックって開けて、結んだこの毛束を下から上に通しくるりんぱします。下から上にくるりんぱします。くるりんぱで、ギュッと引っ張ります。次、この今くるりんぱした毛先を2つに分けます。こちらの横方向の毛をちょっと横の髪の毛を残しつつ、こうやってなんか一瞬ツインテールみたいにちょっとやばくなるんですけど、横の髪と真ん中の半分を一緒に結びます。そしたらこんな感じになります。そしたらこれは上から下にこの穴開けて、上から下に通していきます。上から下、反対側も一緒です。開けた時の最後の髪と真ん中で半分に開けたこの髪を2つに持って耳の横あたりで結びます。そしたら、やば、そしたらこう真ん中を適当に開けて、ちょっとアップにしますね。真ん中適当に開けて、上から下に通します。見えたかな。で、くるりんぱした髪の毛をキュッキュッと引っ張ります。そしたら今こういうツインテールのようなちょっと年齢的にきつい髪型に一瞬なります。そしたら次、この毛を三つ編みにします。適当に、本当に適当で大丈夫です。こうなんか出て、変なのが出ていても大丈夫。はい、したら反対も一緒です。はい、できました。正面から見たら今こんな感じです。これもなかなかやばいですね。で、そしたら毛を最初にくるりんぱしたこの真ん中のゴム、結んだゴムの間に通します。こうやって通します。で、こっちの毛も下から通します。そしたらこの横にあった三つ編みたちがこうクロスされる感じになります。この残ったピョピョってなってる毛たちを中に
入れ込んで、それでもこうやってピョッて出てくるので、これをヘアピンでこっち側でもいいし、こっちの上の方でもいいし、私はここの上の方でいつも留めてます。ピンもう一個使います。真ん中の方で留めます。そしたらこんな感じにアップスタイルができます。で、前から見てどうかなっていうのを確認します。そしたら最後は前髪はちっちゃめのストレートアイロンで私は巻きます。こう巻きながら引く、巻きながら引く、今前髪伸ばし中ですごい中途半端なんですよね。前髪をセットするとこんな感じです。はい、そしたら最後こういったこういうタイプのヘアアクセサリー、何でもいいですけど私はこれを使います。結び目、ゴムが丸々見えちゃっているところに挟んでパッと留めます。すると一気に華やかさが出て結婚式にぴったりのヘアアレンジになります。はい、ということで今日は記念すべき初顔出しとヘアアレンジを紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。ヘアゴムとピンだけでできるのでとってもおすすめです。ぜひやってみてください。着替えてアクセサリーもつけてきました。ぽくなりましたよね。いかがだったでしょうか。この動画が少しでも参考になったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それでは行ってきます。おめでとう。